とどうしたって こうやねで、せーのっつったら、うん、石間町チャンネルそうそうそうで、ふーって言って石間町石間町こんばんはで、笑うせーの石間町チャンネル今日はね、駅抽選というわけで、はい、石間町は大阪全駅ストリートライブ制覇挑戦中という企画をやっておりますので、はい、火木土ストリートライブする駅を今から抽選して決めていきます、はいはい、いつもの抽選袋はこちらでーすありがとうございます。この中にね、大阪全駅の駅名が書かれた紙が入っておりまして、1枚ずつ引いて次火木土の駅を決めていきます。もう3つとも決めるの？3つとも決めるの。あ、おい抽選してもらうのはカズヤンです。ありがとうございます。つくねというユニットを組んで、音楽ユニットをね組んでおりまして、はい、今日はゲストとして来てもらいました、はい、ありがとうございます。では早速ね、火曜日の駅を抽選していきます。弾いてください、待ってな、ここで曲が流れるからな、はい、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、デデデデンデンデデデデン、うわ、はい、取った。え、2個あ、1個じゃ、1個、この上のやつで、はい、河内花園です。河内花園駅です。どこや、八尾の方、八尾の方と思う。八尾の方、うん、俺あのちょっと分かってきてんねん。花園ラグビー花園ラグビーは関係あんのかは知らんけど、多分八尾の方だよね、うん、河内って言ってついたら大体っていうとこで、あでは続いて木曜日、はい、ストリートライブする駅は何が出るかな、何が出るかな、てててててんてんてててて、結構あんねん、いっぱいあんねん、うん、いいよ。ほっ、はい、狭山駅です。狭山駅です。狭山、境の方、なんか下の方か、なんとか狭山みたいなのあるやな、狭山、うん、分からへんけどいつもこんな感じです、okay. はい、で最後土曜日ストリートウェブする駅は何が出るかな、何が出るかな、てててててんてんてててて、なんか怒りのあるとこかそうやね、思い出のある人でね、はい、はい、あれ一回やった気がするまあいっか、長瀬駅です。長瀬駅やったような気がすんねん。長瀬ってどこ、ね、どこやったか覚えてはないけどまあいいやね、2回やろうが3回やろうが出会いがね、そうそうです、あるかもね、そうですよ、まあ一期一会というかね、やっぱ大丈夫大丈夫。ではね、まとめていきます。まずは火曜日ストリートライブする駅は河内花園駅、河内花園駅、え、これ明日、あ、これ一週前の抽選なんで、来週、来週カー木土、OK、はい、はい、続いては狭山駅、木曜日狭山駅で、最後土曜日が長瀬駅、長瀬駅というわけで、今週もねストリートライブを頑張っていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございますね。こうストリートライブするしてるんですけども、和也もね、よかったらちょっと歌いに行こうかっていう気持ち湧いた時に来てもらったら、前、そう、寺田町終わったんよね
わざとらしい。もう終わったから行かれへんみたいな雰囲気ちょっと今言ってない？針中野終わった？あ、まだと思う。針中野もがっつりストリートライブするしに行くじゃなくて。だってなんか1時間ぐらいやもんね。うん、1時間ぐらいやし、で、1曲だけちょっと歌うだけでも全然。うんうん、ハリナカノ？ハリナカノ。え、いつも、インスタに上がってる？インスタにも上げてますね。あ、でも最近は上げてなかったかな。なんかでもインスタに上がれてくんのが、いつもこの3つ決まりましたってなって。うん。ハリナカノの時は、直接 LINE する。OK、OK。ハリナカノ。うん。まあ、もちろん予定があれやったらもういいし。ちょっと保護者に出くわすと怖いけど。あ、そうか。あ、ほんまやね。あ、でもまあまあ、それも面白いかもね。あ、ほんま？なんか、歌ってるやん、みたいな。でも、あんま見てきてへんからさ。うん、うん、そういうのってさ。うん、うん。いや、今回は、ありがとうございました。ちょっと、いろいろとお話聞かせてもらって。ね、ちょっと昔話もね、二人のね、ファジーメープルとつくねのね、昔話もしたかったですけど、それよりも素晴らしいお話を聞けたので、仕事の話ですか。はい、まあ、いろいろ他にもまあね、結構長いから喋れてないとこもあるかもしれない、うん、いや、まあ、いや全然全然、もうちょっと足りなかった、時間がちょっと足りなかったので、もしかしたらまた、そう、なんかね、中国の闇を喋ってもよかったんですけど。いや、気になるやん。何なんだ、まあまあまあ、いっか。それはまあ次回の。中国のすごい食文化も紹介できたかもしれないけど。3000年の。あの頃の。いや、まあ気にはなるけども、またじゃあ次回、ね、教えてもらいたいと思います。なんかね、こう、はしご酒でもしながら。あ、いいね、また、そう、だから俺もな、うん、車で来たから。あ、そうですね、車やんね。うん、今日はあれやったけど、飲みながら、そうそうそう。別に YouTube 抜きでも別に、ね。うん、そう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 。全然全然。また誘うので。そう、だから、ね、タケタケとも会えてないし。あ、そうやね。うん。うん、ね。そうやね。またみんなで会えればな。そうやね。うん、いいなと思います。せっかくのつながりがそうやね、あるメンバーやし、うん、また音楽仲間ってまたちょっと異質というかな、普通の友達でもないし、うん、っていうので、うん、まあ大事な仲間やから、うん、うん、もう多分この先もずっと関係性は続いていくし、もしかしたらね、うん、娘が音楽やりたいってなって、そう、ストリートやり出すかもしれないし、デイジマッチョの一緒にやってる可能性もどんだけ嫌だかの俺すぐ抜くかもいや、すぐ抜くのはいいけど俺まだやってんの。あ、でもだってもう上の子がちょっと ね、 ね、カズヤの子供もね、仲良くさせてもらってたんでね、うん、ちょっとの間ですけど、ケンケンのこと覚えてますし、 ありがとうございます。もうこっちも好きだよって伝えててくださいよ。はい、ね。一応、動画が完成したら、ちょっと内容次第で、ケンケンの、はい、アカウント教えときます。もう、教えとって大丈夫で。大したあれせえへんから、そんな、うん、いいとこしか。あ、ほんまに？うん、使いませんので。かつね、ここではそんな長く喋らへん。あ、ごめんごめん。いや、ごめんごめん。そうそう。ね。今日はカズヤでした。ありがとうございました。ということで、バイバーイ。